エゲラオです。さて3月に YouTube 検定講座で行ったトルコ教を種まいてみようという種まき講座ということで、いよいよ終盤に向かってきました。こういうふうに窓辺で育てていたトルコ教、皆さんのところどうなってますか？もしかして枯れてるんじゃないでしょうね。とは言うものの、園芸ラボのやつも何回か危険な目に遭いました。そして今どんな状態かと言いますと、これです。見てください、この元気のいい状態。これを今から植えていきたいと思います。皆様のところのトルコ教は今どのような生育をしておられるでしょうか？このようなコップいっぱいに広がっている状態、もしくはこのようにあまり大きくなっていないという状態になっているか、どちらかだと思います。これはこちらのようにあまり大きくなっていないという状態の株っていうのは、おそらく何回か乾かしていて根が弱っていたからということになります。このような状態ですと、もうしばらくカップの中で大きくしてから植え替えた方がいいと思います。ではこちらのような状態になっている場合はどのようにすればいいでしょうか？まず植え替え適かどうか、大きさ的には植え替え適なんですけども、このように根が見えますか？これが根が見えたら、このような黒ポリに鉢増しして移植していきたいと思います。黒ポリには鉢底にネットを入れて、市販の園芸用土で結構です。園芸用の栄養土には初期の生育に使う化学肥料というか養分が入っているので、これだけで十分です。そしてこのジュフィーポット、ピートモス主体の鉢ですので、そのまま植えれる鉢ということになりますので、ここから出てきた根が馴染みやすいようにピートモス、湿らせたピートモスですね、これを3割ぐらい用土に混ぜてよく混和して、これを用土に使いたいと思います。この土を入れます。このように土を入れます。この大きく育ったトルコキキョウをスポーッと取って、このような状態ですね。鉢合わせ、これが高さがこれぐらいになるように植えたいと思いますので、土をそれになるよう合うように入れます。置いた状態これぐらいの高さになります。はい、こんな感じです。はい、植え終わりました。植え終わったら水をたっぷりやってねじめで、と植え替えた用土の新しい土とですね、あの土ポット、ジフィポットの古い土が十分なじむように水はたっぷりやって密着させてください。これが一番重要な作業になります。これを怠るとジフィポットと新しい土の間に層ができてしまって活着できなくなってしまうので、しばらくはトルコキキョウにしては水が多いかなって思うような状態、しばらく1日か2日は水がここに、ま、あの切れないようにして、土の中に1週間ぐらいしたらこちらの層に入ってきます。そうなってきたら少しずつ灌水間隔を広げていく形になります。もっともここの触ってみて土が濡れてるようだったら水やりは控えてくださいね。では次にやるべき作業なんですけども、このような状態になっていたら3本発芽している場合、これはどうすればいいんですかっていうことがありますね。でこれが活着してもう大きくなるやつがもう本当に分かってきたら、これはもう完全に活着しましたってなったら、ハサミでこのこれちょっと隠れてるやつとかちょっと生育が悪いやつを切って、残りのやつを十分育ててもらえばいいと思います。もったいないですけども、このまま置いといてもトルコキキョウなかなか大きくなりにくいので、最終的には生育の悪いやつを切って、その生育のいいものだけ育ててやってください。はい、これから置く環境です。日当たりのいい場所に置いていただいて結構です。ここからはもう普通の草花を育てる感覚で、日当たりのいいところ、もう霜も降りる心配もないですし、そこへ置いて水をやっていただく以外管理は必要はありません。そしてこれがもう一回り二回り、そうですね、二回り大きくなってきたら、いよいよプランター、あるいはもう一回り大きな本当の植木鉢に植えていただくことになりますが、それはまた動画でご紹介したいと思います。あと3週間後ぐらいに本当のプランターや鉢に植えていただく時期になるかなと思っております。ではまたねー。